この前は私の希望を聞いてもらったから、今日はグレアの行きたいところに行ってもいい？ありがとう。それじゃあグレア、どこに行きたい？私？特には思いつかないから、今日もアンの行きたいところに行こうよ。私ついていくだけで楽しいし。ごめんなさい、そういうことじゃなくて、私ね、もともとあまり頻繁に出かけるタイプじゃないんだ。だから何も思いつかないだけっていうか、私そのはぐれ者だから。故郷の竜の国では周りに全然馴染めなくて、友達とお出かけみたいな経験全然なくて。グレア、マナリアに来てからもみんなと関わるのが怖くて、見た目とか力のせいで怖がられたり嫌われたりするんじゃないかって不安で、だからいつも音楽棟に引きこもって一人でピアノを弾いてばかりいたんだ。でもでも私たち最近は割とお出かけしてるよね。ほら、マナリアの街でアイス食べたりとかしたよね。アンと一緒に出かけるのは楽しいよ。楽しいんだなって気持ち、アンが教えてくれたけど、今はまだアンの行きたいところに一緒に行くので精一杯っていうか。確かに引っ張り回してばっかりな気がする。付き合うのは楽しいから全然いいんだよ。ただ自分の行きたいところって言われるとまだ思いつかなくて、ごめんなさい。そっか、なら今日はお出かけはしないでのんびり過ごすっていうのはどう？え？でもいいの？私たちこの世界に来てから動き通しだったし、そういう日があってもいいんじゃないかな。で、のんびりしながらグレアの行きたいところがもし思いついたら、そこにお出かけするってことでどうかな？ああ、ありがとう。あ、グレアを見なかった？私、救護院にある本が興味深くて読みふけっちゃって、私のそばにいたはずのグレアが気がついたらいなくなっちゃってたの。一緒に探してくれる？よかった、ありがとう。建物の中にはいなかったね。どこに行っちゃったんだろう。もしかしてランドソルの町に出かけちゃったのかな。でもグレアに限って一人でなんて。なんかコソコソしてるみたいだけど、どうしたんだろう。とりあえずそーっと近づいてみよっか。グーレア、こんなところにいたんだね。探しちゃったよ。あん、それにあなたも。もう急にいなくなっちゃうんだもん、驚いたよ。それで何を覗き見していたの？いや、そのあの子ずっと一人でいるみたいで、なんだか寂しそうな顔もしてたから気になって。でも
私が急に声をかけたら怖がっちゃうかなって。だからここでずっと見守ってたの？え？いつから？いつから？いつからかな。もうグリフったら。アン、笑わないでよ。ごめん。でもグレアってば優しいのに不器用で可愛いんだからね。よかったら一緒にこの不器用さんの背中を押してもらえないかな。うん、二人も一緒に来てくれるならあの子も安心だよね。グレア一人でも大丈夫だとは思うけどね。まあとりあえず行こっか。あの、ちょっといいかな。え？お姉ちゃん、誰？私はグレアっていうの。ちょっと前から救護院でお世話になってるんだ。グレア、お姉ちゃん？うん、それで、あのね、もしよかったら一緒に。え、今のお腹の音もしかしてグレア？どうして今鳴っちゃうの？グレアったら本当に長いことこの子のこと見守ってたんだね。アン、笑うの我慢してるの、バレてるからね。ごめん、だってグレアってこういうところが可愛いんだよね。アン、からかわないでよ。タイミングって出そうとしたわけじゃないのに。あなたまでひどいよ。お姉ちゃん、お腹空いてるの？おやつ、一緒にもらいに行く？うん、そうだね、行こっか。逆に面倒見られてる。こんなつもりじゃなかったんだけど。どうしたの？今日はね、お友達が風邪ひいちゃって寝込んでて一人で寂しかったの。だからお姉ちゃんたちが声かけてくれて嬉しい。あ、そっか。うん、喜んでくれたなら私も嬉しい。グレア笑ってる。よかった。自分のために行動するのは下手っぴだけど、人のためならいくらでも頑張れちゃうのがグレアのとってもいいところなんだよね。ん？アン？ニコニコしちゃってどうしたの？なんでもない。そう？変なアン。グレアお姉ちゃん、どうしたの？ううん、なんでもないよ。じゃあ行こうか。楽しそう。お姉ちゃん、もっといろんな魔法見せて。魔
ちろん。どんなのがいいかな。触っても熱くない火の玉とか出してみよっか。それとも水を浮かせるとか。僕、火がいい。でっかい火の玉出して。オッケー。あ、それなら。ねえグレア、火の魔法ならグレアも得意だよね。こっちに来てみんなに見せてあげてよ。え、わ、私？うん、グレアも一緒に魔法の先生やろうよ。ごめん、私は遠慮しておくね。私、アンと違って魔法は結構感覚で使っちゃってるとこあるし、調節を間違えてみんなをびっくりさせちゃったらかわいそうだから。ごめんね、私アンみたいにはできないよ。グレア、そんなことないって。アンお姉ちゃん、早く早く火の魔法見せてってば。で、ああちょっと引っ張らないで。アンは本当に大人気だね。ほら、子供たちが待ってるから行ってあげて。私はみんなにあげるおやつでももらってくるね。あ、グレア、行っちゃった。もうすぐ遠慮しちゃうんだから。あ、お姉ちゃんではまだ。あ、ごめんごめん、今行くから。あの、もしよかったらグレアのところに行ってあげてもらえないかな。あの子、一人でいるとすぐ考えすぎちゃうとこあるから。ありがとう、お願いします。あれ、どうしたの？てっきりあんたちと一緒にいるのかと。もしかして気を使わせちゃった？そうだったらごめんね。お腹が空いたのはこの間の話。今日は子供たちのおやつを取りに来ただけで。って、ひょっとして冗談？私の気を晴らそうとしてくれたの？それはごめんね。ありがとう。あのね、私も何かできたらってそう思ってはいるの。サレンディア救護院には本当にお世話になっているし、子供たちもみんないい子たちばかりだから、せめてものお礼に私も何かとは思うんだけど、できそうなことが全然思いつかなくて。ダメだな、私。え？私の好きなことを教えて。急だね。ピアノを弾くのは好きかな。マナリア魔法学院でも音楽棟っていうピアノのある建物があってね、そこでよく弾いてたんだ。最近はアンと一緒に学院のみんなの前でピアノを披露したりもして。人前に出るのは恥ずかしかったけど、でもそれ以上に楽しくて幸せだったな。で、ごめんなさい、私何一人で喋り続けてるんだろう。え？ピアノを私が救護院のみんなに？どうかな。弾けなくはないけど、ただの趣味って言えばそうだし、みんな楽しんでくれるかな。私が、あ、そっか。私が楽しんで弾いていれば、聴いているみんなにもその気持ちが伝わるかもしれない。そういうことかな。
もしかしてこの話がしたくて私に好きなことを聞いたの？すごいね。わかった。満足してもらえるかはちょっと自信ないけど、やれるだけやってみるね。みんなに聞いてもらいたい曲考えておかなくちゃ。クレアお姉ちゃん、今から何するの？ね、そのみんなに私のピアノを聞いてもらいたいんだ。わあ、クレアお姉ちゃんピアノが弾けるの？すごい、聞きたい聞きたい。そんなに上手なわけじゃないよ。でもその音楽ってすごく楽しいものだから、悲しい気持ちを落ち着かせてくれることもあるし、誰かと喜びを分かち合うこともできるの。新しい出会いをくれることだってあると思うんだ。みんなにそれを少しでも知ってもらえたらなって。だからピアノ頑張って弾くね。グレア頑張れ。ここでしっかり聴いてるからね。うん、ありがとう、アン。どうだったかな。すっごーい。ありがとう。喜んでくれたなら嬉しいな。すごいすごい、クレアお姉ちゃん音楽家さんだったんだ。音楽家？そんな大したものじゃないよ。でも気に入ってくれたみたいでよかった。もっと聞きたい。お願いお願い、もっと弾いてよ。ダメ、尻尾は触らないで。え、お姉ちゃんここ触られるとくすぐったいの？面白い。サバサバ。尻尾は本当にダメなんだってば。子供たちとじゃれ合うグレア、かわいい。アン、笑い事じゃないってば。お願いだからもうくすぐらないで。何かお手伝いできることはないかな。実はさっきアンからしばらく救護院の中には入っちゃダメって言われちゃって、アンの顔楽しそうだったから何か面白そうなことを企んでるだけなんだろうけど、待ってる間どうしようかなって。私でいいの？そうなのかな。私クレアお姉ちゃんのこと大好きだよ。
ピアノ上手だし、優しいし。僕も。みんな。ありがとう。くすぐったいけど、嬉しいな。じゃあ、救護院の中は、アンがダメって言ってたし。みんなで、ピクニックでも行こうか。ピクニック？楽しそう！行く行く！うん、決まりだね。もしよかったら、一緒にどうかな。ピクニックに良さそうな場所も、教えてほしいし。いい？ありがとう。助かるよ。わあ、すごい。とっても綺麗。素敵な場所に連れてきてくれてありがとう。ナナ、追いかけっこしようぜ。待って待って、私も。みんな元気だな。あんまり遠くに行きすぎないでね。風、気持ちいい。なんだかすごく落ち着く。別の世界でこんな気持ちになるなんて思っても見なかったよ。あなたやみんなのおかげだね。そのいろいろと背中を押してくれたり、気にかけてくれたりして、ありがとう。なんだか改まった雰囲気になっちゃったね。でも、本当に感謝してるんだ。この世界で出会えたのが、あなたたちで本当に良かった。あれ？あの子たち、あんなに急いで戻ってきて、どうしたんだろう。不用心な保護者もいたもんだな。こんなところにガキ一人ほっぽり出しとくなんてよ。海の向こうに売っ払っちまうだけの簡単なお仕事っすね、親分。おうともや、足がつかねえようにとっととずらかるぞ。待ちなさい。今すぐその子を離して。なんでお前ら、このガキを返してほしいってか？くぅ！誰が言う通りにするかったんだ！なんなら、お前ら全員まとめて売っ払ってやるぜ！ギャッハッハッハ！怖いよ、クレアお姉ちゃん！大丈夫だよ、私の後ろに隠れていて。前に出ちゃ危ないよ。下がって。なんだてめえ、なめてんじゃねえぞ。ほら、危ない。大丈夫？あなたたち許さない。なんだこいつ。武器を捨てて今すぐその子を返しなさい。そして即刻この場から立ち去って、従わないなら容赦なく焼き尽くす。なんだこいつの腕、燃えてやがるぞ。待て、なんてすげえ魔力なんだ。こんなの食らったらひとたまりもねえ。そうだね、竜の炎なら人間ぐらい一瞬で灰に変えられる。どうするの？抵抗か降参か、早く決めて。
私の理性が残っているうちに。早く。こんなおっかねえやつ見たことに。おい、崖を置いてずらかるぞ。勝手です。お助け。言ってくれた。よかった。お姉ちゃん、お手手が。これは、ごめんね。私、ただ。私、最低だ。みんなを守らなきゃって思ってたのに、逆に暴走してみんなを怖がらせちゃうなんて、やっぱり私ダメダメだ。きっと嫌われちゃったよね。誰、みんなは無事に帰れたの？そっか、よかった。一人で帰っちゃってごめんなさい。それにさっきのことも、せっかくあなたやアンのおかげでみんなと仲良くなれてたのに、全部台無しにしちゃった。守りたいって思ってはいたけど、でもあんなやり方じゃ。あっ、フレアお姉ちゃんいた。探したんだよ。急にいなくなっちゃうんだもん。みんな。あのね、私たち心配してたんだよ。クレアお姉ちゃん、やけどしてないかなって。やけど？うん、だってお姉ちゃんの手真っ赤に燃えてたから。そういうこと。大丈夫だよ。さっきのは竜の力で、魔法みたいなものだから、私は何ともないの。そうなの？じゃあお姉ちゃんは痛くないんだね。よかった。うん、それだけ？え？それだけって？さっきの私怖かったでしょ？その化け物みたいで。だから。そんなことないよ。お姉ちゃんめちゃくちゃかっこよかった。うわーって燃えてて強くて。かっこいい？私が？そう、かっこいい。グレアお姉ちゃん、守ってくれてありがとう。私、一人でいろいろ考えすぎちゃって、決めつけちゃってたのかな。私のことも、みんなのことも。
言われちゃった。召し上がれとか言っといて、あんたたち二人が一番食べてたんじゃない？アン様、見事な歌声でございました。本当？よかった。グレアも気に入ってくれた？ああ、うん、とっても綺麗だったよ。聞かせてくれてありがとう。うんうん、喜んでくれたなら私も嬉しいよ。そうだ、ねえねえ、次はグレアも一緒にどう？一緒に？でも私、歌うのはちょっと。でしたら、楽器を演奏なさってはいかがでしょう。ちょうどアコーディオンがございますよ。アコーディオン、それいい。コッコロ、ナイスアイディア。ねえねえグレア、弾いて弾いて。あんたら、もう分かったってば。いきなりだから上手に合わせられるかは分からないよ。大丈夫大丈夫、私とグレアならね。はあ、あれ、今の聞こえてた？うう、聞こえちゃってたんだね。恥ずかしい。すごく楽しい夜だったから、なんだかドキドキして眠れなくて。散歩に出てみたら静かないい夜だったから、つい。でもすごくいい歌だよね。コッコロがアンに教えてくれたって聞いたけど、素敵な贈り物をありがとうって後でコッコロにも言わなくちゃ。あなたもアンの歌の練習に付き合ってくれたんだよね。ありがとう。おかげでとっても素敵な思い出ができたよ。すごく明るくて楽しくてキラキラした時間だった。あんたを一緒にいるとね。いつもそうなんだ。前に話したよね。私、マナリアに来てからもみんなと関わるのが怖くて音楽棟に引きこもってばかりだったって。あの日も私一人でピアノを弾いてたんだ。そうしたらアンが現れてくれた。こんな私に声をかけて一緒にピアノを弾いてくれたの。あの時のこと今でもはっきり覚えてる。目に映る世界にパッと色がついて、一気にキラキラ輝き出したみたいだった。うん、大げさだって思う？でも私にとってのアンは本当に世界を変えてくれた子なの。連弾もお出かけもお泊まりも楽しい時間は全部アンがくれたんだ。今日も素敵な贈り物をもらっちゃった。私の中、アンにもらったものでいつもいっぱいだよ。私もアンに何か返してあげられたらいいんだけど。何か思いつかないかな。
また頼っちゃってごめんね。でもあなたとなら何か思いつけそうで。好きなもの？そっか、そうだね。アンが喜びそうなものをあげるのが一番だよね。いくつか思いつくけど。あ、グレア！びっくりした。またいなくなっちゃったのかと。この人とお出かけしてたの？朝起きたらもういなくなってて、町に行ってくるって書き置きだけ残ってるし、心配したんだよ。ごめんね、アン。アンにこれをプレゼントしたくて。ん？何何？基礎から学ぶ魔法学？って、これまさか！この前私がランドソルの道具屋で見てた本じゃない！グレア、どうしたのこれ。朝早くに道具屋に行って手伝いをしてたの。それでお給料代わりに譲ってもらったんだ。昨日は本当に楽しい時間を過ごさせてもらったから、私もアンに何かしてあげられないかなって思って。グレア、だからそのね、こんなのでよかったらもらってくれないかな。グレア、ありがとう。私この本宝物にするね。苦しいよ。だってすっごく嬉しいんだもん。抱きつくぐらい許してよ。そうだ、みんなに自慢してきちゃうね。この本グレアがプレゼントしてくれたんだって言い回ってくる。やめて、恥ずかしいから。って言っちゃった、はあ、もうあんたらありがとう。あなたのおかげで私もアンを喜ばせられたよ。本当にありがとう。